大相撲秋場所10日目17日東京・両国国技館大関取りを狙う関脇大の里が土つかずの10連勝を飾った唯一の一敗で追っていた元大関の関脇霧島に寄り切りで快勝単独トップの座を守るとともに後続に二差をつけた今年夏場所以来となる2度目の支配と大関昇進に向けさらに視界が広がってきた 2敗で続くのは霧島に平幕の若隆景、錦木、高安を加えた4人。両大関は共に白星で琴桜は7勝目、豊昇龍は6勝目を挙げた。秋場所、番付星取り表、大の里は奇襲に動じなかった。霧島が立ち合いで左に動いたが、すぐに得意の右四つに持ち込んだ。左押っつけで相手の腰を浮かせ、盤弱の寄りで土俵外に勢いよく吹 飛ばした変化は予想していなかったというが、しっかり集中できていたと大の里。審判として土俵下で見守った師匠の二所ノ関親方、元横綱、稀勢の里、は、霧島の作戦負け。大の里は落ち着いて取れていたと称えた。十両時代を含め、初の十連勝。それでも、まだ場所は終わっていないと浮かれた様子はなかった。あと2勝で十二勝となり、 大関昇進目安とされる直近3場所の合計33勝に到達。過去のデータを比較すると、大関ノルマ達成率100%も出た。関脇で初日からの10連勝は18年名古屋場所の御嶽海以来となる17例目で、いずれも12勝以上を挙げている。左4つが得意の霧島には